ニューラナークの場所ニューラナークは、スコットランドサウスラナークシャーの都市ラナークから約 2.2km のところに位置するクライド川沿いの村である。ニューラナークの起源は、1786年にデビット・デールが、綿棒石工場や、工場労働者用の住宅を建設したことである。デールがその場所に工場を建てたのは、川の水力をうまく活用するためだった。 デールの娘婿であった白愛主義者で社会改良主義者のロバート・オーエンも名を連ねていた。共同所有の下でニューラナークはソーシャルビジネスにより事業的にも成功を収め、いわゆるユートピア社会主義を体現する存在となった。ニューラナークの工場は1968年まで創業していた。衰退期を経て1975年に村の取り壊しを防ぐために、 ニューラナーク保全トラストが創設された。2006年現在で村の建造物のほとんどが修繕され、村はスコットランドの観光名所となっている。この村はまたスコットランドに4つある世界遺産の一つであり、ヨーロッパ産業遺産の道のアンカーポイントの一つである。ニューラナークの紡績工場は1786年にデビット・デールによって設立された。 デールは、グラス号の叩き上げの中産的ジェントリの一人であり、その例に漏れずキャンバスラングのローズバンクに秘書地となる土地を持っていた。そこはターナーをはじめとする多くの画家たちが描いた、クライドの滝から遠くないところにあった。デールは、工場、土地、村落を19世紀初頭に6万ポンドで、義理の息子のロバート・オーエンも名を連ねていた、共同組合に売却した。オーエンは、 工場労働には岐阜の白愛主義的なアプローチを維持し、後には影響力のある社会改良主義者となった。彼の社会福祉プログラムと共に、ニューラナークは応援的なユートピア社会主義を体現する存在となった。ニューラナークの工場群は水力に依存していた。ニューラナークの上流にはダムが建設され、そこから流れ出す水が工場の機械を動かした。 水は最初トンネルをくぐり抜け、叱る後に開かれた水路に出て、工場ごとに据え付けられた多くの水車を回したのである。そうした光景は、最後の水車が水力タービンに付け替えられた1929年まで見られた。水力そのものは今でも使われている。新しい水力タービンが第三工場に据え付けられており、村の観光客向けのエリアに電力を供給するために、 使われている。復元された教室、応援の時代にはおよそ2500人がニューラナークに住んでいたが、その多くはグラスゴーやエディンバラの旧品位の出身者だった。労働者たちは軍を抜いて過酷な境遇にあったというわけではなかったが、応援はその環境に満足せず、労働者たちの改善を決意した。彼は子供たちに格段の注意を払った。 当時のニューララークには500人ほどの子供が暮らし、町の一角はナーサリービルディングスと呼ばれていた。子供たちは工場で働いていたが、応援は彼らのためにイギリスで初となる幼児学校を1816年に創設した。工場軍は商業的に成功したが、応援の福利プログラムによって彼のパートナーたちは余計な出費を強いられた。 応援は、旧来の創業に戻すことを良しとせず、パートナーたちの権利を買い取った。ニューラナークの名声は、ヨーロッパ中に伝わり、王族、政治家、社会改良主義者らが多く訪れた。彼らは、その清潔で、衛生的な工業環境、満足して活力に溢れた労働者、全員が力を合わせて作り上げた成功した、ベンチャービジネスの姿を目にして共担した。 応援の哲学は当時の思想とは対極のものであったが彼は実際に労働者を劣悪な境遇に置かずとも利益を上げられることを示したのである。応援は訪問者たちに町の優れた住居や公共施設、さらには工場の収益性を示す会計書類を示すことができた。ニューラナークの工場群は社会改良主義、社会主義、 福利構成などと密接に結びついていたが、同時にそれは18世紀から19世紀にイギリスで起こり世界の姿を根底から変えた産業革命を代表するものの一つでもある。1825年にニューラナークの経営権はウォーカー家に移った。ウォーカー家は1881年までそこを経営したが、その年にバークマイアとサマービルに売却された。 彼らとその後継企業は、1968年に工場群が閉鎖されるまで村の経営に携わった。工場が閉鎖されると、人々は離村し始め、建造物群も劣化していった。1963年に住宅組合として、ニューラナーク組合が発足し、ケースネスロートナーサリービルディングスの修復が始まったが、工場群をはじめとする産業施設や、 デールや応援が暮らした住居群は1970年にクズ鉄企業のメタルイクストラクション社に売却された。1974年には村の風化を避けるためにニューラナーク保全トラストが発足し、1983年にはメタルイクストラクション社に対して産業施設群の修復を目的とする強制収容の命令が適用された。現在、 それらの産業施設群は保全トラストの管理下にある。2005年までにほとんどの建造物が修復されたニューラナークは一大観光地となっている。19世紀半ばには家族全員が一部屋の中で暮らしていた。そんな居住条件の感覚はブランタイアのデイビッド・リビングストンセンターを訪れることでいくらかつかむことができる。ニューラナークを設立したデビッド・デールも ブランタイアの工場に関わりを持っていた。ブランタイアには居住ブロックが一棟だけ現存しており、博物館として使われている。博物館はもっぱら1813年にブランタイアで生まれたデイビッド・リビングストンに捧げられたものではあるが、子供用のアシリン付きベッドなども含めて一部屋での居住状況が再現されているのだ。この状況はリビングストンも知っていたものであり、 ニューラナークにも見出されていたものである。デビット・リビングストンセンターは、ニューラナークからは道沿いに30キロメートルほどのところにあり、グラスゴーとハミルトンの間にあたっている。ニューラナークでの生活状況は、次第に改善していき、20世紀初頭までには、複数の部屋に住まうようになっていた。百三十三年までは室内に給水線や流し台は備わっていなかったが、 その年を境に屋外にあった共用トイレも室内のものにとって変わられた。1898年からは村の経営者は全戸に無料の電力供給を行うようになったが、それは各部屋の蛍光灯一本をつけるのにやっとだった。上、毎晩十時には切れた。1955年にニューラナークは英国の送電網に接続された。ニューラナークを訪れる観光客は、 毎年40万人を超えていると見積もられている。これには2007年時点でスコットランドには4つしかない世界遺産の一つと認められていることが大きい。ニューラナークにはおよそ200人が今でも暮らしている。居住用の建造物の中ではマンティラローとダブルローのみが修復されている。修復の中にはニューラナーク組合や保全トラストが引き受けたものもある。 ブラックスフィールドロー全体とロングローの大半の修復は、廃屋と化していたそれらを買い取って、個人宅として修復した詩人たちによるものである。村には20件の持ち家に加えて、ニューラナーク組合から見逃されている45件の借家がある。組合自身も村にはいくつかの建物を保有しているが、ダブルローの修復とマンティラローの再建をしなかったことを批判されている。 歴史的な申請性を維持するためには多大な労力が投入されている。村内にはテレビアンテナもパラボラアンテナも設置を認められておらず、電話、テレビ、送電といったサービスは埋設ケーブルを通じて行われている。一貫した外観を呈するために、すべての外装は木造の白塗りでドアや窓も一貫したデザインに沿うものとなっている。 かつて世帯主は犬を飼うことも禁止されていたものだが、この規制はもはや強制力を失っている。保全トラストは広告看板を導入したほか、第三工場とエンジンハウスをつなぐガラス製の橋を設置したが、こういった白物には批判も寄せられている。村の広場に1924年型の赤い電話ボックスがあるのにも不適切ではないかと議論がある。現在、工場群。 ホテル、非居住型の建造物の大半は保全トラストが保有、運営している。ロングロー、ダブルロー、ウィーローを園庭、クライドだけ自然保護区のための案内所村外れには観光客用の巨大な無料駐車場がある。2km ほど離れたラナークからはバスが運行している。ラナークとグラスゴーの間には30分に1本の割合で鉄道が運行している。 村には保全トラストが運営する三つ星ホテルである、ニューラナークミルホテルがあるほか、ユースホステルなどもある。村内には観光案内所、店舗、レストランなども揃っている。村には長く続くクライド遊歩道が通っており、工場建築物群の中には、クライドだけ自然保護区のために、スコットランド野生生物トラストが運営している案内所もある。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。